シノド聖書の内表紙。当時の聖書法で印刷されているが、現在の聖書法の版がある。シノド聖書は、ロシア正教会が、天礼に使っている教会スラブ語とは別に、ロシア語へ翻訳して、1876年に、シノドにより承認されたキリスト教聖書を指す。聖書のロシア語への翻訳は、1813年に、アレクサンドル一世が、 ロシア聖書協会をサンクトペテルブルクに設立する許可と共に始まった。1820年には新約聖書の翻訳、出版が終わり、旧約聖書翻訳がルツキまで進んだところで、1825年頃、中断された。この翻訳により、外国からの影響を広がるのを恐れた保守的なニコライ一世が聖書協会を閉鎖したからであった。 しかし、1855年に、アレクサンドル2世が即位してから翻訳は続けられた。ロシア政務会員は、モスクワ、サンクトペテルブルク、カザン、キエフの4人の学者に完成を委託して、1876年には、以前の新約聖書も多少修正して、聖書全書、篠度聖書が発行された。フィラレートモスクワ府主教が承認を与えている。翻訳の元となったのは、 旧約聖書は、ヘブライ語、マソラ本文テキストで、新約聖書は当時入手できたギリシャ語テキストであった。これは、フィラレートフ主教が1834年も述べた発言にはっきりしている。それまでは、旧約聖書翻訳は、72に約聖書ギリシャ語訳、または、教会スラブ語訳に頼っていた。ロシア語聖書法は何回かの大きな変遷を経ており、 シノド聖書は19世紀後半の聖書法に則っ,っており、現在の聖書法によるシノド聖書も出版されている。ロシア正教会だけでなく、ロシアのカトリック教会、プロテスタント教会でも使われている。シノド聖書は、そのホイトスタイルは千年にわたり、使われてきた教会スラブ語に影響を受けており、その後のロシア語とロシア文学に大きな影響を与えたと言える。 ありがとうございます。